イヤミさん、ずっと変わらないよ金に。お得にさっす、ずっとお得なのだ。ワイモバイルから新プラン登場、変わりましょう。よーはい、シェイ、岩見さん、はい、カット、はい、わかりました、カメラがある、はい、はい、ずっと変わらない料金に、え、はい、カット、ずっと変わらない料金に、え、はい、カット、見てもらいます、ちょっと確認して、はい、あ、そっか、はい、驚いてるぞっすー、ずっとお得なのだ、はい、驚いてるぞっすー、ずっとお得なのだ、はい、カット、ずっとお得なのだ、すごい、驚いてるぞっすー、ずっとお得なのだ、なんかうなずきなくてもはい、驚いてるぞっすー、ずっとお得なのだ、はい、五六せーの、はい、カット、はい、五六せーの、はい、カット、はい、5、6、せーの、はい、カット、5、6、せーの、はい、カット、よい、はい、5、6、せーの、はい、カット、すごい完璧ですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、グッと寄っていただいて、そうですね、手のひらが下ですね、はいはいはい、はい、はい、まだしよう、せーの、はい、カット、はい、これが今月の900円ザンス、来月もその先もずっと、まさか、はい、カット、はい、まさか、はい、はい、これが今月の900円ザンス、来月もその先もずっと、まさか、はい、カット、カット、はい、まさか、いいですね、バカもんです、かわいいですね、よい、せーの、せー、はい、カット、せーの、5Gも、はい、カット、はい、せーの、失礼しました。すいません、すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。せーの。5Gも。はい、カット。はい、いいと思います。ありがとうございます。以上で、足の朝テレビ CM 撮影、以上となります。ありがとうございます。ありがとうございました。片岡さんの、あの、嫌味が、すごくインパクトが強くて、あの、すごく笑顔にさせられたというか、何回も見たいなと思いながらやってました。あ、バカボンをイメージしてぐるぐるの衣装愛之助さんはやっぱりああやって
やられてる姿を見て、あのすごく逆に素敵だなと思いました。はい、楽しんで撮影させていただきました。あの 5G のポーズとかシェーとかは結構バランスを取るのがいつも大変なんですけど、あの大変でした。でも頑張りました。すごい軸がいいなと思ったんです。いやいやいや、いつもプルプルしてます。そうですね、でもやっぱそのポーズが一番難しいです。いつも結構足がプルプルしちゃうので頑張って耐えてます。なんだろう、でもどっちも楽しく撮影させていただきました。すごく設定もユニークで面白いので、はい、そうですね、はい、かわいいセットで、うん、すごいディテールが細かいですよね。祖父母が結構遠くに住んでるので、あの結構 5G になったら大容量で通信が速くなるみたいなことを聞いたので、なんかこう写真だけじゃなくて動画とかもこうたくさん送って動いてる姿をたくさん見せてあげられるんじゃないかなと思って、そういうのができたらいいなと思ってます。あ、いつも写真とか送ったりするんですか？そうですね、写真とかは送ったりもするんですけど、やっぱり動画とかはなかなか大量にっていうのは難しいので、それができるのはいいなと思います。でも猫飼ってるので、猫と遊んでる猫の成長記録の動画とか送ってあげたいです。思い出ってほどじゃないんですけど、いつもあのクラスの友達だったりとか部活の友達だったりとかにこう結構作って持ってったりするので、すごいいつも大きいカバンで何が入ってるんだろうっていうようなサイズのカバンにチョコレートを詰めて学校に行ってました。生チョコだったりとか、あとドーナツ作ったこともあって、それはすごい大変でした。後悔しながらやってました。いや、もう本当にこういうのに3、40人分ぐらい詰めて、はい、それ以上はこう詰めて持って行ってますね。お返しももらえたり、あと友達同士で交換してもらえたりして、いつも食べきれないぐらいのチョコレートをもらえて幸せです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。すごいですね。ギャグじゃないですか。大丈夫ですよね。よろしくお願いします。はい、こういうことです。せーの、シャめっちゃ可愛いっすね。はじめちゃん動かないんですよ。賢いね。賢いね。賢いね。どうですか？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。せーの、シュー！はい、かっこいい。はい。よーい、スタート。ずーっと変わらない料金に。はい、かった。変わらない料金。え？はい、じゃあ気をつけてください。はい、はい、上上、もう女優霊って超怖い映画ある。いやいや、もうこっち行ってくるんですよ。こっからもうめっちゃ怖い。ずっとお得なのだ。はい、しました。お願いします。お願いします。5、6、7、8。ありがとう。はい、よろしくお願いします。5、6、7、8。ワイでいいのだー、ワイでいいのだー。気になって横見たら、もう一生懸命ですから。何をやってるか、すごい気になって後で。いや、もうずるいずるい。もういっぱいいっぱいですよ、もう。無心にやれって言われて大丈夫ですか。無心にやらせていただきました。ありがとう。ありがとう。
ちゃう。あの黒崎さんと一緒に一緒にツーショットで芝居をしてるって、いやいや芝居もう信じられないですよ。よろしくお願いします。せーの、900円。はーい、やった。あれなんで目つぶっちゃってんだ。電気ショックを浴びた痙攣してる人、痙攣に見えちゃう。目上げたままですね。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、もう一回もう一回。ちょっと方向性を向き合わせてしまう。こう、こうですか。どうやるの。電気うなぎにやられた気がする。いけよった。はい、やった。よーい、せーの、シェー。はい、勝った。はい、はい、決まりました。はい、900円ザンス。ほー、その先もずーっと。まさか。900円ザンス。ほー、その先もずーっと。まさか。ずっと変わらない預金に。はい、勝った。勝った。っていうことでしょ。やばい、お腹が出すぎて6になっちゃう。せーの、5G は。はい、勝った。せーの、5G は。はい、勝った。はい、勝った。はい、プレイバック。カリムちゃん。カリムちゃん。ありがとうございました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 。実は出川さん2月13日が57回目のお誕生日です。ええ。ありがとうございます。ええ、あらら、すいません。これ一人じゃ怖いの。おめでとうございます。ありがとうございます。13日がお誕生日と伺いまして、はい、57本のバラを用意させていただきました。素晴らしい。いやいやいや、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。57歳の抱負、いや、もうとにかくロケに出たい。はい、もうそれだけですね。はい、もうまあ、スタジオもあるんですけど、ロケ多いので、僕はまあ、何も気にせず、国内中もだけど、海外も、もう早くロケ出たいですね。はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。これが今月の、せーの、900円ザンス。はい、よーい、せーの、1億パザンス。ありがとう。せーの、来月もその先もずっと。ありがとう。モニターがあと900円ザンス。はい、カット。ありがとう。素晴らしい。キレが。わかりました。一応ボタンス。初体験です。歌舞伎の中の歴史こういうのだけなんで、そんな、まあまあ、前は回りますけど、こうは回らない。やっぱこうあるから、だいぶ慣れてらっしゃるかも。これはないですよ。 BC お願いしますって言われます。わかりました、 BC やってくるわ。はい、そういうことです。わかりました。これか、ひろちゃんの言ってた BC。 ここか、そこちょっとバタバタしてみてください、はい、お待たせいたしました。お願いします。まっすぐですか。はい、わかりました。はい、ここでこうしたり、そうだね、回りますか。はい、はい、なんか痛いとかあったら言ってください。あ、大丈夫です。はい、穴大丈夫。穴は今大丈夫かな。ちょっとそれは見ながらよ。着地します。下ろします。はい。はい。はい。よーい、どうぞ。せーの。アドロップザッシャー。はい。ああ、やった。マジ、素晴らしい。よろしくね。お、で、テーマくれた。おめでとうございます。いや、素晴らしい。すごい。すごい。目がわか、どこ見てるかわかりますよ。こんな一発で回るでしょ、見たことない。めっちゃ面白い。髪の毛が驚いてるさ。ありがとう。ちょっとセリフ言いながら無理って、そうなの、早すぎて思ったんで
2回目はもう表情重視と思って声を出さずにやろうと思って。すげえよかった。最後すごいよかった。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。またこの毛がいい感じに困るんですよね。めっちゃ嫌いかった。めっちゃ面白かったです。せーの。あばらいてるさっしゃーこれカツラ飛んだ面白かった。それはそれで OK ですけどね。あ、いいと思う。OK になります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。おお、すごい。ありがとうございました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 。素敵な作品をありがとうございました。そうですね。いつもそれこそテレビで拝見させていただいているこの CM にまさか自分が出られるなんて思ってませんでしたし、すごく驚きましたし、めちゃくちゃ嬉しかったです。いやもうびっくりしました。僕でいいのかなと思って、全然イヤミにも似てませんし、シルエットがこれどうなんだろうなと思ったら、なんかこういうふうなものを着せていただき、こんな頭を作っていただき、いろいろ研究しましたけど、それが生きてるのか死んでるのか分かりませんけど、あとは見ていただいてのお楽しみということで、改めて漫画や動画を見ました。はい。でもそのままを残しておいてほしいと言われたので、あまり声も寄せることもなく、案外等身大のイヤミというか、等身大の愛之助イヤミみたいな感じでした。いや僕はだから愛之助さんがイヤミやるって聞いたんですけど、あ、見た瞬間あれジェームス・ブラウンかなと思って、いやいやいや全然なんか一見すぐ分かんなかったんですけれども、ぜひ放送を見てもらいたいですね。そうしたらもう、あ、やっぱ嫌味だって感じられると思うんで、それぐらいちょっと愛之助さんが弾けてますので、ぜひ見ていただきたいですね。そしてもう何よりもやっぱし本物のやっぱスターだなと感じましたね。だって入ってきて最初のシーンがシェーだったんですけど、愛之助さんがシェー終わった後にもうスタッフがおー、いや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 、シェーであんだけ拍手もらえるって、やっぱなんか、ああやっぱオーラが違うなって本当思いましたね。あ、ダンスですか。あ、いや僕はもういつも通りだったんで、はい、僕はいつも通りやらせてもらいました。その愛之助さんのダンスがもうすごいので、ちょっとこれも見どころになってるんで、多分あれ多分普通の人だったら、多分道端だったらもう本当に警察に逮捕されるぐらいの感じのちょっと危ない日とかもなかなかのダンスシーンなんで、ちょっとそれも必見だと思いますね。はい。ダンスですか。難しかったですね。僕ら普段日本舞踊しか踊らないのでダンスはちょっと程遠いんですけれども、今回楽しみながら務めさせていただきました。またやっぱり振り付けの先生が良かったですね。はい。もうラッキーさん夫妻です、ね、そうなんですよ。なんと言いました、はい、ラッキーさん夫妻に実際お会いできたのもすごく僕嬉しかったです。子供の頃から見てましたので。シェーっていう、イヤミがいないのにシェーっていうのが連発されてて、お、イヤミは出ないのかなと思ってたら、まさか 僕かって思ってびっくりしましていや、そういう意味ではなんかすごくありがたいですね。多分これは本当ね、視聴者の皆さん本当にみんな思ってたと思うんで、いやいやいや僕らがシェーだけど、いやいやイヤミじゃないかって多分年代的に突っ込んでる人多分いっぱいいたと思うんですよ、ね。僕も突っ込んだ一人でした。絶対そうですよね、だからこれで解決できたんじゃないかなと、本当のイヤミが現れてくれたんで、はい。ずっと買ってもらえないものはもうただ一つですね。この Y モバイルの CM に出続けたい。はい、もうこれね、はい、気をつけてください。なんですか。みんな何人か出てるんですけれども、はい、組み合わせがあって、たまに本人が出てない時もあるんですよ。はい、あ、なるほど、はい。だからそれも知らないから、家で見てると、はい、僕がいなくて、ね、流星君と芦田愛菜ちゃんとか、二人だけの時とか、あ、俺外されたって、すごい。ショック受けるんですね。はい、すごいショック受けるんで、焦らないでください。なんかその組み合わせがあるんで、だからずっと出てるわけではないので。わかりました、はい、心して。しかもだからこのワイボマネルじゃないと、この愛之助さんとなんて絶対共演なんてなかなかできないからいやいやいや、もう流星君とかでね、吉岡、里帆ちゃんとかもみんなそうなんだけれども、うん、はい、もう本当にこういう機会がなくなっちゃうので、もうワイモバイルが続くことを願いますね。はい。まあでもなんか本当にそれこそリモートとかね、コロナ禍でこういうのになってしまったので、
やはり改めて考えさせられたことたくさんあるじゃないですか。でその中でやっぱり改めて自分を見つめ直す時間もいただけたし、人と人のとの思いっていうんですか、人と人との思いを言葉で伝えるっていうのはすごく大事じゃないですか。ですからやっぱりこうそれを電話で伝える、 Y モバイルですよ、これ大事だなと思うんですね。はい、人と人との思いを伝える、それは変わらないでほしい。なんかすごいいいことをなんか言われた感じがして、はい、変わってほしくないことは、あの愛之助さんと奥様がいつまでも別れないよ。ああ嬉しいですね、ありがとうございます。別れるという言葉は良くないですね。ごめん、あごめんなさい、やめましょう、今やめましょう、なし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 、そんなあれかっこいいですか。いつまでも、あじゃあ、あの、はい、いつまでも仲良くいられるようにということですね。愛之助さんとあの紀香姫がいつまでも仲良くいられますように、はい、それをずっと変わってほしくないものを、それですね、私の仲いいことを、はい、とんでもないと。よろしくです。もうこのやっぱ面白夫婦は面白、まあ、いい意味で面白夫婦なんで、はい、もうありがとうございます、はい、ごめんなさい、ちょっとざわざわちょっとざわざわしてますか。大丈夫、最高に、あのもうやっぱもうキャラの宝庫なんで、もうはい、応援したいです。え、プライベートで変わりたくないもの、え、プライベートで、なんだろうな、あ、死にたくない、はい、あの私、はい、私の親父もあのおじいちゃんも58歳で死んでるんですよ。あ、そうですか、はい、僕の 男家系が58歳で死んじゃってんで、僕、はい、そう考えるとあと1年しかないので、もうカウントダウンじゃないですか。いや、大丈夫ですか。だから変わりたくないです、死にたくないです、はい、なるほど、はい、ちょっと58の壁は越えたいと思います。それこそ、巨大一声で言わせていただいたんですけど、いつもテレビで拝見しているので初めましてという感じはしなかったんですね。ですから僕出川さんとお会いしてるよ、いやしてないか、してるかななんて思ってたんですけど、今回初めて、初対面だったんですけれども、本当にあの裏表のない方で、すごく明るい方で、あの気さくにお話していただけて、すごく CM を楽しく撮らせていただいたので、また共演したいなと思います。もう何をおっしゃいますか、もうこっちです、もうこっちがありがとうございますですよ。もう誰だか分かりますか。半沢直樹の黒崎ですよ。黒崎ですよね。黒崎です、はいはいはい、その人と今こうして、もうやっぱ僕の印象と言われると、やっぱ もちろん歌舞伎のもうあのもう大師匠ですけれども、やっぱしあの歌舞伎そんなにリアルはそんなに見たことないんで、やっぱし半沢直樹の黒崎というもうもうそれがその人もうこんだけ大好きで見てたドラマの人と今普通にこうやって喋ってるっていうのが信じられないですね。そしてうまい、もう本当にそのままおねえというか、なんというか、あのやっぱし本当にあのドラマの肝になってた方なんで、いやあのいやだからもうその印象というのはだからもう本当にもう何言ってるかちょっと分かんないです、噛みすぎて分かんないです。だからいや本当に今あのこれはおべっかじゃなく俺は私は本当に嬉しいです。それぐらい見てたんで私本当に、はい、今川義元もね忘れてたでしょ、ごめんなさい、もういやね僕あの NHK の大河も見てるんですよ、岡村隆史が出てるから、あのイッテQの裏なのにちゃんと見てたんですよ。嬉しい、ありがとうございます。ほんで面白かったんだけど、いやあの本当に申し訳ないけど今川義元役で出てたのをすっかり忘れてて本当にだから半沢直樹忘れないんだけど、意外でも見ました、ね、最後の死ぬシーンも見ました、今川義元、はい、はい、ありがとうございます。とんでもない、あ僕ですか、僕いろんな思い出あるんですけど、もう忘れられないのは何年か前なんですけど、アッコさん、和田アキ子さんの楽屋にあの収録でトントンとお邪魔した時に、あの出が入れやって入って、あおはようございます、今日よろしくお願いしますって言ったら、アッコさんがマネージャーとかスタイリストさんいたんだけど、あみんな出てけや、ちょっと二人にさせろとかなんとか言ったから、やばい俺なんかしくじったな、うん、怒られるなとかなんとか思ったら、みんな出てって二人きりになったら、アッコさんがほらほら、なんすかとかなんとか言ったら、バレンタインのチョコや、ちょうどその日がバレンタインだったんですよ、はい、だからもう普段あんなに厳しいのに、うん、やっぱテレ屋だからみんな全員出してほらチョコや、もう本当にもうめちゃめちゃ吐き気しましたけれども、気持ちは嬉しかったです。緊張して、はい、いや緊張というかあのその恥ずかしがってるアッコさん見ててもう本当に吐き気はしたんだけど、確かに でも嬉しかったですね。素敵ですね、なんかいや素敵なシャイナーいい人なんですよ、ね、実はすごい思い出になりますね、本当に本当に、はい、
お返し？いや、お返しなんて別にしなくてだって何十倍お世話してると思ってるんですよ。お世話してこっちがチョコだけじゃ足らないわ。あ、すいません。大丈夫ですか？それ僕は小学校の時にもらったチョコレートが手作りチョコをいただいたんですよ。で、子供じゃないですか、小学校、小学生でも4年生か5年生ぐらいですかね。で、もらってランドセルに入れるじゃないですか。で、入れてお家帰る途中に公園があって友達と一緒にわーって遊んでたんですよ。で、帰って飽きたらドロドロン溶けてて何の形のチョコレートか全く分かんなくて、次の日聞かれてあー美味しかったって言ったけど、どんなものなのもドロドロになってて、カバンの中がチョコだらけになってて、本当は食べてなかったという、食べられなかったというちょっと悲しい思い出がありましたね。そういうすごいですね。逆にやっぱその小学校の時にもうすでに手作りチョコもらってたんですか。手作りチョコいただいたんですけど、ちょっと分からなかったです。どういう形で何のメッセージが書いてあったのか。すごいわ。そのいやいや溶けたことよりもその小学生で手作りチョコをもらってることがすごい。いや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 。ちなみにまあまたこんなこと言うとまた怒られるかもしれないけど、奥様とかバレンタインのチョコくれるんですか。はい、そうですね、くれますね。チョコレートとプレゼントとか。はい、あ、それはさすがにあの買ってきたチョコですよね。作ってくれたりもして、はい、案外なんか料理とか好きなんでこう作ってくれますね。あ、チョコも作ってくれるんですか。はい、めちゃめちゃ愛されてんじゃないですか。ありがとうございます、はい、おかげさまで。 すごいですね。素晴らしい素晴らしいどうですか。え、奥様。いや、僕は言って買ってくるって感じですかね。え、何ですか。チョコ、チョコ買ってきてって言うんですか。いや、買ってきてって言うと、あれチョコはって言うとまた怒られるからまた怒られる。いや、そうだ、チョコくれます、いつもくれます、くれます。ですよね。よかったですよ、はい、どんどん、はい、ありがとうございます、はい、